鋭角寄りだとそうなりそうですか。ちょっと遅れて参加したので、脳画像ももし提示されていたら、もし、脳画像今回はないので、鋭角っていうのはどっち角だろう。視床は角がいっぱいあって、私も全部覚えてないので 割と私のイメージだと、視床の内側の結構低い位置の出血拘束だと、もうちょっと看護困難とか強く出る感じのイメージかな。なんか高い位置なんじゃないかなって気は、なんとなくはしますけどね。あと、それも手の問題とも関係あって、手の問題どこのスライドでしたっけ？この方は手の問題はない関方で係ないすです。すね。みません。私ちょっとフライングしました。手の問題はなかったので、いいです。なんで、今回、杉山さんがこう悩んでらっしゃった、失語が今回からなのか、それとも、そのもともと原発性進行性みたいなのがあったのかっていうところの、鑑別点としては、まあ、内服用意識みたいなのが、まあ、しっかり認められたりとか、あとはその呼称障害、漢字の音読の障害とかいうので、まあ一応は鑑別をしていくんだけれども、今回この方は、まあ5列挙は低下したんだけども、まあ呼称と漢字の音読できてるっていうところで、まあ原発性進行性は否定的じゃないかっていうところですね。ありがとうございます。あともう一点は、その口頭命令がちょっと落ちてて、なんかこう、そこも気になってたんですが、これはあれですかね、こう、準章、逆章とか、まあ、成績がある程度保たれてるところを見ると、今後も上がってくるっていうのが、そういうところからも言えるんでしょうか。また違う話ですか。口頭命令、まあこのぐらいって言ったらだけど まあ、10日で、まあこれなんて なるほど。まあ注意の問題、まあ処理量の問題とか、だから結構まあ、私のずるい言い方としたら、まあ処理力自体はやっぱり、どこの損傷でもやっぱり落ちるので、それでいてまあ10日目で急性期症状、まあ通過症候群って言い方もありますけど、まあ急性期に見られるうちの、まあ、中障害とか意識障害とかの影響で、まあ、落ちてる可能性もあるよねって感じなんで、ここでこれが落ちていることを、まあ、なんか、失語にまつわる、まあ、分離解障害とか、聴覚的な、まあ、そういうものだっていうのは、ちょっと、まあ、早いかなって気はしますけどね。まあ、自分が、まあ、急性期にもしいて、まあ、後輩だったら、まあ、待てと。まあ、あと1ヶ月したら良くなってんじゃないって多分、まあ私だったら言うかなって気は。まあ、じゃあ練習どうするんですかって言われたら、まあ、とりあえずはまあ全般的にまあ、ラポート取りながら、その人がまあやりやすいような練習入れてったらっていう言い方はするのかなって気はしますけど。まあ、ただ掘り下げをするのであれば、タさん、わかりますよね？掘り下げされるなんだ。何を。それは理解面のとこですか？一応、杉山さんのご質問だと、そうですね、理解面。まあ、サラどダと、とりあえず AC123 とかを、まずは取るのかなと思っております。AC123 が、移動弁別ですね。二毛螺母の移動弁別で評価できるので、そこを触って取っておくのが最初の一歩かなと思ってるので、ん、ちまあ、ょっもとし。硬くない？それ。硬いですか？おい。だってそう単語ですのね。理解できてんだよ。単語の理解できてるから、いや、90単語を先にしますかね。90単語。あ、96？ 96単語。R30 でしょ？まあそうだ。まあ単語もでも、まあでも SLT の単語の復唱がだって10%できとてます。100%だよ。だって長文だけ落ちてんだよ。まあ、短文も落ちてたけど。トークンテストを選びました。もうそうですね。ファーストとしたら、まあ。すいません。ファーストとしたら特定ですね。3つ目でやっと会いました。はい。まあ、さありらがにとうも、ございます。文章の理解検査があるので、それをやってもいいですけどね。登場人物の単語の確認があって、その後に文章の
4分の1ポインティングがあるやつ、なんかあの警察が泥棒を追いかけているとか、まあそういう中みたいな絵のやつが、うん、AC、まあ、ななあまり使わないから AC の後半読解は VC18 だったかな